いい新刺激感、サクッとレビュー。4K 撮影も可能なカメラ、キャディックスターシアー搭載 85mm ブラシレスウープ、シネキャンを紹介します。ドローン本体。オールプラスチックなフレームとキャノピー、男の子のハートをくすぐるデザインとなっています。11037000KV ブラシレスモーター。バッテリーベイはフレームと一体。XT30 プラグ。 PC 接続用 USB ポートは本体底。これは VTX 用ポートですかね。こちらの USB ポートは CADOX の接続用です。2インチの4行プロペラ、ベータ8号とかなり似ていますが、ブランドなどはわかりません。このところ飛行中にプロペラが取れてしまうことが続いたので、ネジ止めなのはありがたいです。サンセル 300mAh リポバッテリー。ハッピーモデルのものと同じだと思います。セッティングマニュアル。オンボードレシーバーなのでベータフライトコンフィグレーターからバインドも行えるのですが、以前とはコマンドが変わったのでマニュアル読んでいて助かりました。キャドックスコントローラー。キャドックスターシアには2つのカメラが搭載されています。このコントローラーは FPV 用カメラのセッティングを行う際に使います。キャドックスターシア用データトランスミッションケーブル。特に使う必要もなさそうなのでバッテリーストラップも一緒に入ってました。予備プロペラ、予備ネジ、ドライバー。フライトテスト。台風が本州上陸したそうですが、ここはまだ影響はありませんでしたので、ただフェーン現象で気温は40度だそうです。録画ボタンを押すのに苦労していますが、これ結局は録画失敗なんです。ターシアーではどうやら使用する SD カードはターシアーを使ってフォーマットしなければ認識されないようで、使用する SD カードにも相性があるみたいです。なのでこのフライトで残っていたのは EV200D に記録された映像のみ。まずはそれを見ながら参りましょう。FPV 映像は実にくっきり、さすがはCADOX、OSD はすでにカスタマイズしてあります。台風が迫っているというのに風があまりないのも不気味ですね。プロップウォッシュがひどい機体ですと、こういう飛びをした時にまずプロップウォッシュが出てくるはずなのですが、シネキャンは優秀らしく、気になるほどのプロップウォッシュは出ていません。曇り空ですので外しておいてもよかったかもしれないのですが、 ND フィルターをつけた状態です。カメラ角度は変更できるんですよね。今このフライトではカメラ角度は一番きつい状態、ゆるく設定して屋内フライト向けにもできそうです。飛びの感覚としては少し重くなった感のあるトラッシュ感といったところでしょうか。ですのでモビュラ7やトラッシュ感を飛ばし慣れている方には大した違和感を感じることなくシネキャンを扱えると思います。飛行時間の目安は3分前後ですね。録画失敗しているのに録画ボタンを押そうとしているんですね。はい、ドライバーを使ってボタンを押そうとしていますが、指先でもかろうじてボタンは押せそうです。CADOX タートルでは OSD に録画の状態が表示されていたので分かりやすかったのですが、ターシアーではその機能がなくなっています。映像品質がアップした分、かゆいところに手が届くような機能面ではグレードダウンしたかのようで少し残念です。
それでは 4K30fps 映像です。ムービー編集の都合上、2.7K で吐き出しますが、SD カードとの相性なのか、また別の原因があるのか、編集の時点でコマ落ちが見られます。音もなんだかずれちゃってますね。すでにボリュームは下げているのですが、鬱陶しいだけなので消しておきましょう。あら、BGM はなしですか？それではひどい映像とともに、適当にチョイスした音楽を乗せて。記録映像のフリーズには、いくつかの憶測が考えられます。一つは、SD カードとの相性。今回使用している SD カードは、ゲオで売っていた安いものですが、一応クラス10です。でも、このカードを前にベータ 85X4K で使用して問題なかったのですよね？はい、カメラパーツとカードの構成は全く同じことになるはずなのですが、個体差もあるのかもしれませんね。もう一つ考えられることは、音声記録もオンにしていたために、書き込み速度がさらに間に合わなくなって、フリーズ混じってしまっていると。また、気づかないところで Wi-Fi をオンにしてしまっていて、マシンにかかる負担を増やしてしまっていたのかもしれません。これら全部をフラグ立てながら検証していくのもバカらしい話ですね。次回飛ばすときは、解像度を落とし、音声を切り、SD カードを変えてみたいと思います。それでも、カクカクするようであれば、カメラモジュールごと変えてしまえばよいかなと。SD カードを変えるだけで解決することを願いましょう。飛びっぷりについては何ら問題ないみたいですね。そうですね、慣れてくればもっとスムーズに動かせる気がします。特に変な挙動もありませんでした。オンボードレシーバーを選んでしまったためか、やはりリモート距離はトラッシュ感と同じくらいに短いと感じてしまいます。バングッドではレシーバーの選択ができるのですから、日本でも TBS クロスファイアーが堂々と飛ばせるようになってほしいものですね。はい、またシネキャンに搭載されているキャドックスターシアーは、セッティングを行う際に Wi-Fi とスマホアプリが必要になります。電波認証は FCC なので、この機能を日本国内で使いたい場合はインバウンドの方に行ってもらう必要があります。なんともバカらしい制度ですね。あらまあ、電波業界でも外国人特権が存在するんですね。前よりもかなり薄暗くなってきていますが、このフライトでも ND フィルターはつけたままです。バッテリーもそろそろ、やはり3分くらいですね。ビデオの件はすぐ解決することでしょう。パフォーマンスも問題ないと思いますし、扱いやすさも魅力です。現行 4K ウープの中ではバランスの取れた良い機体だと思います。ご視聴ありがとうございました。